港内駅周辺橋倉駅は徳島県三好市池田町周津にある四国旅客鉄道土産線の駅である。駅番号は D20。吉野川の左岸側に位置する駅であり、阿波池田駅方面行き列車は当駅を出ると、次の筑田駅との間で吉野川を渡る。相対式ホーム2面2線の交換可能な地上駅である。駅舎側1番線が上下副本線。 二番線が上下本線であり、特急列車同士の行き違いも行われている。通過列車は二番線を通るが、停車列車は乗客が個線橋を渡らずに済む、要一番乗り場を優先的に使用する。2020年3月改正時点では、夕方以降に当駅での停車列車同士の行き違いが設定されているため、二番乗り場に停車する列車がわずかに存在する。 一線スルー化されるまでは、相対式ホーム一面、島式ホーム一面二線の計二面三線であった。現在は、無人駅となっており、立派な駅舎は現存しているがトイレは閉鎖されている。近くの旧国道32号を、四国交通の路内、井の花線の路線バスが走っており、阿波池田バスターミナル池田駅前、橋倉リーフト前坪尻の路内口を結んでいる。の内線の一部は、 端倉リフト前で折り返す。ありがとうございます。